和紙下町探偵団源さんです。ちょっと重大事件が発生しました。前もこんなのあったけど、重大かね。 YouTuber よくやるよね、重大事件。ですね、まあちょっといろいろありまして、1週間、2週間ぐらいかな、YouTube お休みします。まあ、不定期でやってる人もいるんで、それほど大したことじゃないと思うんですけど、まあ一応定期的に2日に一遍って区切ってるんで、2週間休むとちょっと、あれどうしたかな?死んじゃったかな?みたいな感じするかもしれないですけど、大丈夫。戻ってきます。多分戻ってきます。2週間で戻れると思うけどな。なんでお休みするかっていうと、ちょっと恥ずかしくて言えません。戻ってきたら説明します。ということで、しばらくお休みします。ごめんなさい。これでいいのだ。